フアンラモンアルメンダリス・バリオスこと、モンチョアルメンダリスは、スペインナバーラ県出身の脚本家、映画監督である。1990年に、アローの手紙でサンセバスティアン国際映画祭、作品賞を受賞した。1995年には、ヒストーリアス・デル・クローネンが、カンヌ国際映画祭に正式出品された。1997年の、心の秘密は、 五夜賞とベルリン国際映画祭のいくつかの部門で受賞し、アカデミー賞外国語映画賞スペイン代表作品となった。父親は農場労働者であり、家事屋でもあった。1949年1月27日、モンチョアルメンダリスはナバーラ県レオスのオリエータ地区に生まれた。両親は3人の息子をいずれも乳児のうちに亡くしており、モンチョが最後の希望だった。 生後数年間はバスク地方の農村で暮らし、この地方の風景は彼の作品に繰り返し登場している。6歳だった1955年、より良い暮らしを求めてナバーラ県の県とパンプローナに移った。スペイン国外出身の著作家の作品を読む中で、18歳の時に実存主義と出会った。アルメンダリスは兵役を終えると電子工学を学び、 パンプローナ工学研究所で教授として教えた。この頃に映画制作に興味を持ち、映画クラブに参加した。また民族学を学び、執筆し、講義ソングを歌い、短編を制作するためにスーパー8ト、mm、ルフィルム用カメラを買った。バスク独立活動家の殺害に抗議して逮捕され、陰謀の容疑で裁判にかけられたが、1975年に、 フランシスコ・フランコが死去すると、アルメンダリスには、恩赦が宣言された。結局、アルメンダリスは、映画監督としての道を歩み始め、教職の道を去った。バスクの映画制作者の新組織であるエウスカル、シネギリエ・エルカルテアに参加し、バレグリオン・ダンツ、イクウズ・モエナなどの短編ドキュメンタリーを制作した。イクウズ・モエナは、学校の絵画コンテストで受賞した10歳の少女を、 主人公に据え、彼女の芸術的創造性が、検閲や社会的圧力で、どのように抑制されていったかを、フラッシュバックを多用することで明らかにする物語で、ある。短編映画だったために成功は限られた範囲だった。ものの、この作品は映画祭で成功を収めた。より社会に関連するドキュメンタリーのジャンルの方に向きを変え、1981年には、 ラリベラ・デナバラのシリーズの11話を制作した。同年に監督したナフロッコ・アイコス・キナックは炭焼き職人の厳しい生活の肖像である。この作品の制作過程でタシオ・オチョアに会い、オチョアはその後のアルメンダリスの初長編作品にインスピレーションを与えた。アルメンダリスの長編デビュー作はタシオ・オチョアが生きた時代をなぞった1984年のタシオである。 ウルバサ産地で炭焼き職人として生きるオチョアの人生を民族学映画にも近い視覚スタイルの回りくどいシークエンスの連続で構成している。エリアスケラヘタが制作、脚本を務め、年齢が異なる3人の俳優がオチョアを演じている。タシオのリアリズムは撮影に3ヶ月を必要とし、出演者は原始的な条件で生き、働くことが必要とされた。タシオは、 批評家から称賛され、アルメンダリスは有望な映画監督とみなされるようになった。2年後の1986年、薬物中毒や飛行の問題に巻き込まれたサンセバスティアンの若者集団を中心に据えた長編第2作27時間を監督した。かつて若者問題はスペイン映画で人気のジャンルだったが、27時間公開時までには人気も落ち込んでいた。 それでも27時間はサンセバスティアン国際映画祭で監督賞を受賞した。次の作品では民族学に焦点を当てるスタイルに戻り、1990年にはアローの手紙を監督した。セネガールから不法移民としてスペインにやってきた若い黒人にまつわる物語であり、彼は個人的、制度的な差別に直面する。アローの手紙は 非評価から好意的な評価を受けた。スペイン同業者組合賞で脚本賞を受賞し、サンセバスティアン国際映画祭で作品賞を獲得し、ゴヤ賞では脚本賞を受賞し、監督賞にノミネートされた。1九十六年には、アルメンダリスと同じバスク人のイマノルーリベ監督が、類似テーマでブワナを監督し、やはりサンセバスティアン国際映画祭で、 作品賞を受賞している。アルメンダーリスは1995年に監督した3作目のヒストーリアス・デル・クローネンで幅広い人気を得た。この作品は、ホセ・アンヘル・マニャースの小説に基づいており、ケレヘタが制作した。マドリード在住の上流階級の若者2人が主人公であり、社会から 疎外感を感じている二人は定期的にヒストーリアスデルクローネンという名前のバルで会う。この作品にはフアンディエゴボットとジョルディモリアが親友役で出演している。主人公二人は夏のバケーション中にセックスドラッグロックに溺れ、1990年代のスペインの若い世代の象徴となった。1997年の心の秘密は、 アルメンダリス最高の芸術的成功を収めた映画とされている。9歳の少年、ハビを中心としたインティミズムのドラマであり、ハビは1960年代初頭のナバーラの田舎にある親戚を訪問して大人の世界を発見する。この映画はアルメンダリス自身がナバーラの田舎で過ごした少年時代のノスタルジックな記憶を反映しており、成長する少年の感性で描いている。 心の秘密は、数々の映画賞を受賞し、アカデミー賞外国語映画賞のスペイン代表作品に選ばれた。1999年、プイ・オリアと共に、自身の制作会社、オリアフィルムを設立した。2001年には、シレンシオロトを監督した。スペイン内戦の余波で、フランコ軍と対戦したゲリラ兵士軍のマキスに関する物語である。その後は、 ドキュメンタリー監督としての原点に帰り、2004年には様々な音楽会場でミュージシャンの生活変歴を追ったエッセナーリオモビールを監督した。2005年にはベルナルド・アジャーガによる短編集オババ・コアックを基づく断片的な物語オババを監督した。2011年のノーテンガ・スミエドではミシェル・ジェンナーが主演し、 幼少時代に虐待された過去に直面する若い女性を演じている。1998年には、その年最も優れていた映画人に贈られるスペイン国民映画賞を、2008年にはバスク文化の発展に貢献した人物に贈られるマヌエル・レクオナ賞を、2011年には、基本国際映画祭の功労賞であるナチョ・マルティネス国民映画賞を受賞した。2007年には、 ハキウンでの正会員となった。ありがとうございます。